皆さんこんばんは、海外メーカーとの交渉スペシャリスト林和真と申します。今日もですね、海外のメーカーの商品を一つご紹介していただきまして、海外の、ニュースについてですね、ご案内させていただきたいと思います。もし今日の内容に興味ある方はですね、ぜひ最後まで、ご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、今日もですね、インディゴゴの商品をご紹介させていただきます。まあ、今日もですね、昨日に引き続きちょっとまああのカメラ関係のグッズにはなってしまうんですけども、ラマパッドというですね、まあ、要はですね The world's fastest tripod というのがありますけども、まあ、これは世の中で最もまあ迅速速い、まあ、そういうトライポッド、三脚という意味なんですね。まあ、要は何が早いのかっていうのをね、ちょっと一緒に見ていきたいと思います。まあ、これ今回2種類あって、まあ、大きさが2つあるんでしょうけども、まあ、ちょっと動画の方を見ていきたいと思います。This is Lumapod, an ultra-compact tripod solution. まあ、もうサブタイトルがね、日本語になっちゃってるんで。まあ、大体のね、三脚がまず重たいですもんね。まあ、早くて設定できると。数秒で設定できると。Spending a beautiful day with your family, spontaneously hiking and camping in the mountains, or exploring a new city. Spend less time setting up your gear and more time capturing those amazing life memories. Twist, pull, set, and you're ready to go. 確かにね、非常に簡単にできそうではありませんね。We integrated modular leg extensions, so you can easily adapt Lumapod to your needs.Made to be brought everywhere and designed to be ready instantly, so you can capture and share your experiences in the moment. Use it with your smartphone, mirrorless, or DSLR camera. It easily fits in your pack, so you can always enjoy the benefits of a tripod, comfortably capture the low exposures.まあ、非常に、まあ、高機能なですね、まあ、三脚になると思います。トライポッドになると思います。まあ、だいたい4秒で設定できると、軽い、まあ、ウルトラコンパクト、まあね、非常にこれくらいのやつになりますし、で、まあ、3 in 1ですね。まあ、そういったことで非常に、まあ、こんな感じでね、まあ、4秒で設置ができると。うん、まあ、これもね、ウルトラコンパクト、まあ、ちっちゃいカメラバッグに入っちゃうよと。これはまあ、すぐね、シェアできるということになってますね。うん。なんでまあ、いろんなカメラにもこう、はまりますよと。携帯も行きます。スマホも行きますよと。ですね。二つのサイズがありますと。うん、まあ、こういう感じで、まあ、ローラーをつけたりすることも可能だと。なるほどですね。はい。まあ、従来の三脚だとね、こういうふうに時間かかっちゃうんですね。こうやってね、一個一個くるくる回したりとかして。これはもうフィッて引っ張って、パッとできちゃう。4秒で設置できちゃうというところですね。はい。まあそういった感じの商品になります。まあね、これも、やはり今ね、動画を撮るっていうところがね、結構、
重要になってきますし、私自身もですね、一人でいろんなところで動画を撮ったりするのに、このトライポッドというのはね、非常にやっぱ重要な役割を果たしていますので、まあ、いいトライポッドというのはですね、ぜひ試してみたいなっていう、ニーズというのはあります。はい、というわけで、まあこれも、ちょっとね、日本でも見てみたんですけども、まあ三脚という形ではですね、特にありませんでした。なのでまあ、このね、プロジェクトもぜひ一つ注目してみてはどうでしょうか。はい。ではですね、まあ今日のニュースの方に行きたいと思います。今日のニュースはですね、ちょっとまあ、あれとは関係ないんですけども、クラウドファンディングとは関係ないんですけども、まあ、先日ね、私もまあかなりね、毎回なんか言ってますけど、コビー・ブライアントはね、残念ながら1月27日に亡くなってしまいましたが、まあ、その後どうなったかというと、Anything can happen to anybody, Kobe Bryant tragic death led to life insurance boom。 まあこれね、どんな人でもいつ何が起きるかわからないというのが、今回のコービーの死によってですね、まあ多くのアメリカ人がそう思ったようで、今何が起きているかというとですね、生命保険の、加入が、すごくブームになっているというのはですね、今このニュースが伝えております。Application request jumped by 50% on Tuesday after Bryant's death, 52% on Wednesday and 55% on Thursday, while the volume of submitted application increased by 58% on Sunday, January 26th, the same day as the crash.And 61% on Monday, the spikes sustained to normal levels within a week. そうですね。まあ、要は、まあ、コビー・ブライアントさんが亡くなった日から、もう本当に、例年のね、まあ、50% から 58% ぐらいの、以上のね、まあ、ライフインシュランス、だから、そうですね、生命保険への加入の申請フォームっていうのがね、生命保険会社に出されているということですね。まあ、本当にね、彼らにね、成功者であっても、突然悲劇で亡くなってしまう。要はね、本当に anything can happen to anybody っていうことで、まあ、本当にね、いくら皆さんが元気であってもですね、ある日突然、ね、車に轢かれてボーンとかとか、飛行機が墜落とか、本当にね、何が起きるかわからないので、だからこそ、まあ、愛する家族のために、まあ、そういった自分の、まあ、生命保険をかけておくっていうのがですね、まあ、今流行ってきているというところになります。うん。はい。なので、まあね、やっぱりこうスーパースターのコビー・ブライアントっていうところから、まあそういった、まあ、多くの人が考えさせられたというところなんだと思います。はい。今日はですね、今アメリカではですね、生命保険が、どんどん今加入されているというところのね、お話をさせていただきました。はい、今日のですね、コンテンツは以上となります。今日のコンテンツが良かったというふうに思っていただければ、いいねの方をお願いします。またチャンネル登録の方もよろしくお願いします。またツイッターの方もですね、最近頻繁につぶやいておりますので、ぜひフォローしていただければというふうに思います。Thank you guys for watching. See you guys tomorrow. Bye.